デニス・バレンチノビチ・ベレゾフスキーは、ウクライナ出身の軍人。ウクライナ海軍の将校として、フリーゲート艦、ヘイチマン・サハイダー・チュヌイ艦長や、戦闘訓練副司令、戦闘訓練監督官などを歴任した。ロシアのクリミア侵攻最中の2014年3月1日に、ウクライナ海軍総司令官に任命されたが、3月2日には、クリミア側に離反し解任された。 1974年、ウクライナソビエト社会主義共和国ハルキウに生まれる。1996年、セバストポリの PS ナヒーモフ、記念高等海軍士官学校を卒業。ベレゾフスキーは2002年から2005年まで、ヘイチマン・サハイダーチュヌイ艦長を務め、その後も戦闘訓練副司令や、戦闘訓練監督官などを歴任して一等、大佐まで昇進を果たした。 2012年には少々に昇進。2012年及び2013年にはアメリカ合衆国などとの合同演習、潮風2012及び潮風2013の指揮を取った。2014年3月1日、オレクサンドル・トルチノフ大統領代行により海軍、総司令官に任命される。しかし、3月2日には、セバストポリの海軍総司令部が、 ロシア側勢力に包囲され、ベレゾフスキーは抵抗を行わずに投降してクリミア及び、セバストポリへの中世を宣言、キエフ政府より離反した。民族主義政党スバボーダ幹部のユーリ・シロチュクが、同日に放送された公共テレビの番組内で、語ったところによれば、ベレゾフスキーは経済ゴールテニュフ国防省より、ロシア軍への徹底抗戦を命じられたばかりであったという。 19時36分、国防省のウェブサイトにて、ベレゾフスキーの離反が伝えられ、新たな海軍総司令官には、セルゲイ・ハイドゥク提督が任命された。国家安保国防会議副書記のビクトリア・シュマルは、ベレゾフスキーの行動はウクライナ警報111条に、定められた国家反逆罪に該当すると述べた。また、同日、大統領令により正式に海軍総司令官を、 解任されている。軍事、政治研究センター長のドミトリー・ティムチュクは、ロシア側が、ベレゾフスキーの家族を人質にとって、圧力をかけた可能性を指摘している。その後、クリミア自治共和国首相、セルゲイアクショーノフは、ベレゾフスキーを総司令官とする独自の海軍の編成に着手した旨を発表した。ベレゾフスキーは3月24日まで、同国海軍の総司令官を務めた。 3月3日、ベレゾフスキーは、ロシア兵を引き連れて、再び海軍総司令部を訪れ、依然として、抵抗を続けているハイドク提督ら高級将校に、対して、交代軍を条件に、クリミア海軍への参加を求めた。しかし、ハイドク提督は、キエフ政府への忠誠を宣言する演説を行い、将校団は、ウクライナ国家を斉唱して、これに続いた。3月24日、 クリミア共和国のロシア編入に合わせて、ロシア海軍国会艦隊の副司令官に就任した。ありがとうございます。